生ナイスバディダンスでシェイプの時間です。インストラクターのバンディさんとリサさんです。よろしくお願いします。今日のレッスンは、はい、はい、今回も先週に引き続き腰痛予防が期待できるストレッチです。皆さん準備はいいですか？バッチリです。それではレッスンスタート。ダンスでシェイプ。今週は腰痛予防のももの裏側のストレッチです。仰向けに寝てください。はい、では両足を腰が浮くまで上げて、つま先を掴みます。掴んだら膝を伸ばして曲がらないようにします。膝を伸ばした状態で10秒キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。つま先を掴んでください。掴んだら膝を伸ばします。はい、ピーンと、無理、これと無理、全然伸びてないですね。はい、曲がってますよ。伸びてないです。そうですね、上手です。伸ばしてますね。ここら辺がプルプルしてくると間違って、もうちょっと頑張りましょう。全然伸びてないじゃないですか。ここ、はい、数えますよ。はい、伸びましたか？数えますね。1、2、3、4、6、7、8、伸びますよ。はい、9、10、以上を続けて頑張ってください。みおちゃん、これはどこを鍛えてるんですか？これは牛のか、うん、あ、ここを伸ばすわけね。あ、この人ね、くの字に曲がってます。これまずこうなの。あ、本来まっすぐしないとダメなのね。はい、ではまちちゃんがお手本を示しましょう。はい、まちちゃん行きましょう。ここまっすぐだよ、まっすぐだよ。お、結構結構まっすぐ。メルちゃんはここまっすぐできてる。完璧。ちょっといじる。みおちゃんチャレンジしてんの？はい、じゃあもう一回頑張っていきましょう。はい、スタート。完全にくの字になってます。みおちゃんくの字が好きだね。以上ダンスでシェイプでした。バイバイ。